王子に手を取られて大広間の真ん中に進みました。べっこう飴のオーケストラが花のワルツへの助走を始めます。金平糖の女王をはじめ、お菓子のせい、お人形のせい、花のせい、みんな二人ずつ手を取り合ってワルツを踊るために並びます。そしてワルツの前の優雅な挨拶、マリーも王子と向かい合ってとても可愛くお辞儀をしましたよ。さあ、お菓子のお城の舞踏会、花のワルツの始まりです。Thank you.
て寝てしまって。さあ早くベッドに戻りましょう。マリーのお母さんはくるみ割り人形を抱いたまま椅子の上で眠るマリーを見つけてびっくり。マリーはお母さんに抱かれたまま、まだ夢の中。そうです、皆さん。これはみんなみんな、マリーの夢の中のお話。クリスマスの夜、マリーの夢の舞踏会はまだまだ続いているんですよ。